ハワイにとどまっていた真田正幸は、真田重雄氏のプロマジック分野の従属を宣言する。久しぶりに現れた渡辺の綱と戦う末高草は、五方政府への離脱を思いとどまる。一方、滝足は安成と刑事を伴い右近を攻めるとき、鶴姫はそのことを魔界水軍に伝えに行く途中、土方歳三に襲われる。住友は滝足の真意が読めず不信感を募らせるが、そこに真田重雄氏を筆頭に黒魔術軍が攻め込む。激突する両軍。しかし、その激闘の最中、ボンジャビが魔界水軍と黒魔術軍の同盟を伝える。滝足の罠にかかった刑事は捕らわれのみ。そして生命は優雅を救うため、愛する者と戦う。生命の愛は、綱と優雅を天界へ送り出す。激動の魔界に、ついに禁断の扉が開く。愛する者はその手にあらず。